ソフト焼きそばです。あれうんまいなじゃないんですか、そこは。そこはうんまいなでしょ。うんまいな。です。今日も動画をご覧いただいてありがとうございます。ちょっと歩きながら撮ってますけど、今日は、鉄板ゴブリンさんっていう、普段は夜営業で鉄板料理とかを提供してくれてる居酒屋さんがあるんですが、そこがですね8月からランチを始めるっていうことで、ちょっと今日は行ってこようかなと思います。梅沢さんに誘われて今日は三田市のメディア運営者がすごく集まってるらしいので、若干どうなるのかドキドキしておりますが、今から行ってこようかなと思います。トッキーが後ろ向きで歩いててしんどそうなのでそろそろ次のシーンに行きましょうか。はい、じゃあ行きます。行ってきます。あ、ゴブリンとか見てる。こちら鉄板ゴブリンです。前もね、神田祭りの動画であれベビーカステラね、やってはったところで出ていただきましたけど、ゴブリンさんも YouTube されてるので、はい、ぜひチャンネル登録お願いします。うちもお願いします。じゃあちょっと入りましょうか。こんにちは。撮影ダメみたいな。あ、ダメ。あ、でも帰りましょうか。じゃあ今日の動画はこれで終わりだと思った。できた来た。あれー、あ、小屋くんお疲れ様でーす。カメラ賞2つ。なんで賞2つ。このお写真はちなみに、あ、それは並盛りです。あ、中ですね。あ、これで中なんですね。うんまいなプレート。うんまいなプレートですね、これ。じゃあ僕も大盛りでお願いします。大盛りで。はい。なんかこう作り方がマジわからない。みんな固まってるやん、動画やな。動画ない。三段のいろいろ情報を発信してらっしゃる仲間たちです。仕事せえよっていう人たち。ベビーカステラありがとうございました。あれうまいなでした。うまいなでした。あれごめんなさい、僕ボリュームでかすぎて、はい、周りのお客さんがさーっと引いていったんが見えて捨ててないですよ。捨ててないです。はい。ちゃんと食べました。食べました、食べました。迷いましたけど。捨てんなよ。なんで迷ってんの。これは中。ありがとうございます。はい、中の人。こっちが中。中盛り。あ、でもちょっと少ないやつ一個。で、こっちが大盛りで。お、これはライダー製。あ、こう、あ、なんかあれ。美味しい。うん。美味しい。あれうんまいなじゃないんですか、そこは。そこはうんまいなでしょ。うんまいな。怒られる。うん。うんまいな。出ました。音だけ。よかった、拾ってくれ。助かりますね。ずっとシーンとしてたらどうしようか。あ、うまっ。あ、今さん聞いたことある。そこは唐揚げもうんまいなあ。あれ今回誰も言わない。忙しい。ちょっとそこまでうんまいやなる人ないんだよ。見かけによらず結構食いますね。栄養吸収しないからなんですよ。めっちゃ燃費悪い。食べ放題はおかわりができて選べるらしいです。カスタムができる。だから今ご飯とだし巻きと唐揚げと焼きそばですけど、例えば唐揚げだけ欲しいとか、だし巻きだけ欲しいとか、ご飯もっといっぱい欲しいとか、なんかそういう自分の好きな感じでできるらしいです。食べ放題で、唐揚げ3つで、焼きそば少なめ、ご飯普通、卵をつけてください。はい、お願いします。ね、ってな感じですね。はい。安井さんはもう1時間前に朝ごはん食べたらしいんで、中盛りで行ってます。普段からね。マジですか。あんま説得力感じないですけど。肉何キロ？前 1.2 かな。1.2。これを1キロ食って2日後のオープン日に 1.5 食って。でまあその1週間後に500キロ食ってかな。あのやつ良かったです。オープンした日が。で体重が10キロ増えたっていう。10キロ。そこから胃が大きくなったから。食べ過ぎて。ビーフイーターでおります。うまいもん。ああ、まあまあまあ。どおり。見た時に秋山さんの妹さんがいて、私ビーフイーターで働いてきましたねみたいなね話してて、めっちゃびっくりした。ビーフイーター。ずっとビーフイーター。ステマみたいな。ビーフイーター。回し物になってるじゃねえ。こんなんなってます。すごいな。それなんですか？ソーダ味カニカマ。なんでやない。見た感じは水色。みんなそらそう。伝わってますし。でもほらロブスターでもね、元は青い。火入れる前ね。あれは辛やけど。これ火通したら赤身。うまいなあ。これほんまソーダキャンディーの匂いがしますよ。あ、まずいなこれ。なんとも言えへんわ。食感は残ってて、香りがきついからソーダの味してんのかなと思ったら、ちょっとカニカマの味が顔出すんですよ。だからお互いめっちゃ殺し合ってて、どっちつかずの。甘いんですか？ほのかに。でちょっとぬるい。はい、ということで、鉄板ゴブリンさんのランチにお邪魔しました。隣に店長の進さんに来ていただいてます。進です。ありがとうございます。美味しかったです。あ、ほんまですか。はい、ありがとうございます。皆さん美味しかったですよね。美味しかった。なんか言わせてません。言わせてますね。言わせるの？ちょっとやめてよ。一応焼きそばと唐揚げとだし巻きとまあご飯ですよね。この4品で何か名物メニューとかそういうこと？あ、そうです。焼きそばは自家製麺でちょっと麺こだわってて、まあだし巻きはなんか鉄板で焼いたらめっちゃ美味しいんですよ。美味しかった。なんかねジューシーで、ほんで唐揚げはまあマッシュがなんかこだわりの唐揚げでマッシュが作ってるんでね。マッシュ唐揚げですね。マッシュ唐揚げ。唐揚げすごい美味しかった。あ、ほんまですか？言われてんで。はい。自信にたっぷりな業務スーパーで買ってんのにな。味付けは僕がやってる。あ、業務スーパーで買って一回これも外し、そしてマッシュがまたこれもつけるみたいな。お前がや。8月はまあテスト運用みたいな。あ、そうで本格的には9月から始まるということなんで、はい、結構ボリュームたくさんあったので腹いっぱい食べたいっていう人はすごくおすすめだと思います。営業時間がですね、11時半から2時までです。ラストオーダーがまあ適当です。適当で。夜営業は5時から12時。はい。週末だけ2時までやってます。嬉しいですね。ということで、今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。はい。あ、早いですね。この動画が面白かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録よろしくお願いします。あとコメントとかも入れていただけるとすごく嬉しいです。嬉しいです。鉄板ゴブリンさんの YouTube チャンネルもよろしくです。チャンネル登録お願いします。のぶきんチャンネルもよろしくお願いします。で、喋らへん。いやいや、悪すんなよ。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。番外編もうやめて。3本目いけへんやん。トッキーじゃあ。いや、僕はいいですよ。あーしてあげようか。そんなんしたところであれですけど。あー。はい。しかも痛くなっちゃった。下見られた機会。震えてる震えてる。はい。はい。で、ぬるさがね、また。ぬるさが。ぬるい。いい感じ。いい感じ。子供の頃、この味でいい思い出残ってるの。生臭いのがプラスされる。塗り替えられたらもういや、これ。ああ。ガムっすね。ガム。白い。うん、やっぱりそばはすすらんとね。ありがとうございました。